い、というわけでどうも皆さんこんにちは、ピーマンピザと申します。今回信長の野望創造戦国立志伝が発売されたということでね、こちらをやっていきたいと思います。私は信長の野望シリーズが結構好きで、初めてね知ったのがねプレイステーション2だったと思うんですけど、なんだっけ、乱世紀、信長の野望乱世紀が初めてのプレイでしたね。あれからねしばらく経って、しばらくじゃないか、もう何年経ったんだろうね。今回創造のまあなんていうのか、完成版というと失礼になるな、信長の野望創造戦国立志伝、パワーアップキットのさらに上を行くようなね、今回の作品なんですけども、やっていきたいと思います。乱世紀、蒼天禄、天下創世、革新ぐらいまではがっつりやったかな。その後のね天道と創造はねちょっとプレイしないので、あの新しい要素とかねあんまりわからないですね。それとあとすごく久しぶりにやるので、あの本当に初見というか、このシリーズ初めてやるような気持ちでね、やっていきたいと思います。では早速始めから。はい、ということで今回は今作なんと武将プレイが可能ということで、これはびっくりしましたね。2000人ぐらい、多分2000人以上いるのかな、このゲームの中に武将が。その中から一人好きな人を選んでね、その、まあ、いわばなんていうのかな、武将がこう成り上がっていく その経験をね自分で体験するという感じですかね。もちろんこの風にあの城主とか大名って書いてあるのがありますけども、大名でプレイすれば、まあ、今までとそんな変わりなくプレイできるのかな、多分。で家臣というのが一番下の単位で、まあ順番にいくと家臣、城代、城主、軍団長、大名というふうに、出世していくわけですね。まあ、それぞれやることが違うわけですけども、さあなるほど、おすすめ武将を出してくれるわけですか。へえ、まあ名の知れたというか本当に有名どころですよね、この辺は。はいはいはい、おお信長。そして今回この絵もね、成長というか年代ごとにこう絵が変わるらしいんですよ、有名なところで言うと。ここにいい例として信長さんがいらっしゃいますけども、ここ若かりし頃の家を継いだあたりの信長ですね、18歳、そしてこちらが44歳。すごいな、政治100もあるんだな。さすがタイトルに載るだけはありますな。で今回どれをプレイしようかと悩んでおりまして、大河ドラマでね真田丸ってやってて、で今回のシナリオにもね追加されてたんですけど、ちょっとねありきたりというか、この辺は選びやすいかなと思うんで違うのを選びたい。いい直虎、直虎もいいですね。次の大河ドラマ直虎じゃなかったかな確か。ガモーさんもいいですね。まあ身分は家臣からスタートしたいところなんですけども、どうしましょうかね。悪い顔してますね相変わらず実際どんな顔してたのかっていうのが気になりますが、さあそんなこと言ってないでさっさとやりますか。およし、じゃあね、私あの東北出身のものなんで、東北の雄伊達家のね、あでもな小十郎選んじゃうとあれか、将来的に大名にはなりえないか。片倉小十郎兼綱は伊達家の側近です。10歳下の主君政宗を幼少期より支え、伊達家の発展のために尽くしました。その忠誠心は政宗よりも先に自分の子供が生まれることを申し訳なく思い殺そうとしたという逸話が残るほど熱いものでした。
このシナリオでは若き政宗の天下取りまでの道を支えることができるはずです。そっか、ちょっとな、今回のシリーズで言うと夢がないかな。とはいえ政宗選んじゃうともう大名なんだよな。海姫な、あ海姫いいな。映画でもね、あれですね、多分のぼうの城で舞台になったとこですね、これ成田家。そうですね、海姫もいいな。こんなとこで悩んでる場合じゃないんだけども、あ若い雪村もいるんだな。若い雪村もいる、そうか悩ましいぞ。ちょっともうちょっと見てみようか。これ戻ってさ、あシナリオめっちゃある。なんかパワーアップキットプラス大阪の陣が入ってるらしいですね。でこれが仮装っていうのが有名どころの大名がバーッと並んだやつですね。そうそうか、いやこんな悩むと思わなかったな。どこでプレイするか間違った、ちょっと待って、よしじゃあやっていこう。パッとね決めましょう。では海姫これでいこう。所属拠点は忍城、難易度は中級でいこう。中級でいって、この辺は全部標準でいきましょうね。 AI の高鮮度標準、AI レベルっていうのもあるのか。ちょっと久しぶりすぎるからな、標準でやらせていただこうかな。あ自分でこう、あなるほどね、自分のマイセットみたいのも作れるわけだ。 OKOK 標準でいきましょう。んで戦国大発生する、まあこの辺はそのままでいこうか。架空の子供たちはまあありでいいか。姫武将は海姫がいるけど、海姫いるからな、ありにしよう。絵が綺麗だな、美女ですね。さあではやっていきましょう。開始まで10分かかってしまった。天正13年、羽柴秀吉は関白の座につき、あこれはシナリオのあれですね。一介の平民から権力の頂点へ、暗い人心を清めた秀吉であったが、天下統一がなったわけではなかった。諸国の長宗元親は修復させたが、九州には島津、関東には北条、それぞれ秀吉に反抗的な姿勢を見せていた。いかにも秀吉ですな。みんな凛々しく描かれてますね。そうですね。おお、のぼうの城で出てきましたよね、この人。さあやっていきましょう。この主命というのが、最初家臣に課せられるものでして、まずは領主の所領の足場固めをせよ
準備が整い次第新しい地域の進出を行うのだということで、こんな風にね、まあミッションみたいな形で出てくるんですね。これを遂行していくのが当面の目標になります。領地プレイ、これがね今回箱庭内政ってやつですね。はい、ということでここが今自分のねいただいた領主としていただいた領地ですね。規模としてはすごく今までのと比べたらすごく狭い地域なんですよ。まあ全国マップよりももっとこうぐーっと縮まったところって、まあ、ここでね、やっていくわけですけども、さあまずは内政概念、あーなるほど、こうなんか生み出すって感じですね。ちょっと待って、これの前に不審だな。この辺はシリーズとしてあるもので、まあこういったね、まあ、畑とか水田商人町とか建てて、まあ生産増やすってことですね。食料とか肥料とかお金か、うん、まずは商人町かな。でね、これねちょっとチュートリアルやったんですけど、左下のグラフありますね、そこで黄色になってるところがちょっとこの施設に必要な要素っていうことなんですよ。なんで、まあ、こんな風にねこの土地によってグラフがちょっと変わるんですけど、娯楽と往来が高まるところに建てたいわけですよ。ってなると どうやら往来はねやっぱ道沿いがいいということらしいんで、まあ、この辺にポンと立てておきますかね。はい、金銭が減ってしまいますが、まあいいでしょう。さあ続いて、さあ畑も重要ですね。畑は水の近くに建てた方がいいと。まあ信仰はあまり関係ないらしいんですけど、その土地ではね。これはなんだ？資源か。砂鉄、あこれ砂鉄だ。これは、あーこの辺はちょっと建てるとまずいですね。多分いろいろ違うものが建てれるんで。となると治水が高い、治水と往来が高いとこと、こっちの方面にしようか。じゃあ OK、 さあ立てますか。まあで行動力みたいなのがあって、あの上のバーの一番右の上にね、あのマッチョマークがありますけども、それがね労力といって、それなくなっちゃうと何もできなくなりますね。軍技な、軍技は今は全く関係ないですね。とても戦はできる状況じゃないんで。では飛ばしていきたいと思います。あらこれは何だろう、ライバルとして見ていいのかな。ライバルっぽいっすね。他の武将がその襲名俺もやっちゃおうかなみたいな感じですか今の。表情を始めます。先月の終始です。さあこれが先月の終始。はい、木材とか鉄が扱ったわけですかね。報告いたします。うん、でまあお気づきかと思いますけども非常に地味ですね普段 FPS とか実況やってるもんで、今回のこの試みはなかなか地味でね、不安なとこあるんですけど、
好きなものをやりたいということでね、お付き合いいただければと思います。さっきタタラバがあったからな、タタラバじゃない、砂鉄がここにあったんで砂鉄が行こう。名所、なるほどね。タタラバと製材所を作りたいですね。真ん中に何か置けるような気がしてきたんで、ここに建ての製材所ですね。製材所はここに建てましょう。はい、労力なくなりました。まずいな、どんどんあの他の部長にお、ふむ、なかなか仕事が早いな。貴重な資源をうまく活用することだ。生産される鉄は無駄遣いするんだよ。これで毎月木材を調達できるんだ。何でエニアを呼ばぬ。あ、建設が完了したと。表情を始めます。先月の収支です。はい、収入増えましたね。報告いたします。木材と鉄が、この辺もまあ注意していきたいところですね。待ってね、待ったね、あの操作が何とも言えないんだよな。 PS4 版なんですけども、なんかいるのそこに、なんかマークが出てるけど、そういうわけじゃないかな。このマークは何ですかねまあいいや、この微妙にちっちゃく人歩いてるのがまたいいっすよね。あ、ほらすごいいっぱいいる、面白いなあ。さあ、奨励、この辺は結構お金がかかるんですね。この辺をしていくことで建てれる施設が増えるんですね。こうやって温泉町とか作りたいね。特化施設、特化施設はあのなんだろう、水田の近くに水車を建てるとかすると、あのなんだ、治水が上がって生産数が増えるっていう感じですね。補助的なね。大抵、この辺建てていきたいけど、とりあえずはあと建ててないのこれか、武家町、武家町も建てていこう。武家町はね、この屋敷の近くがいいらしいので、そうね、このこっちの方にしようか。ほんでもうちょいお金欲しいから、商人町をもうちょっと建てよう。ね、どうしようかな。ここに建てようか。はいよ、 OK。そうか、あ、てかもうあったから収めちゃえばよかったのが、失敗したですねこれは。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。はい、 OK です。で、じゃあどうやってどうやって、あ、 L1 と三角、あ、はいはい、来ましたね。鉄、あ、微妙に足りないか、あ、全部足りないですね。そっか、では特化施設を作ってみましょうか。往来が上がると、商人町は
往来と娯楽ですから、往来は道沿いだから結構あるんで、娯楽を上げていこうか。わずかにしか上がらないか。演舞場とかいいね。演舞場をね、娯楽施設をこの辺に建てていこう。さらに商人の町にしたいな。まあ、ここに演舞場建てたんで、娯楽が上がったということで、ここにまたつなげてね、商人町を建てていこう。お金貯めたいっすね。そう、大事なことを忘れてたな。なんでこの任務があるかというと、まあ、この任務をこなすと勲功というのがもらえるんですよね。でその勲功に応じて自分の身分が変わっていくと、まあ、今家臣一家臣なんですが、まあ、次は上代、その次上司というふうに勲功を貯めて、身分を上げていくんですね。先月の収支です。報告いたします。なんであんな風に仕事を取られるとまずいわけですな。さあどうかな。あ、ダメだな。鉄申し出ができませんね。じゃあ内政、難しいですね。お得なやつですかね、これ星ついてんのは。領地の主義が中道のため費用が1割減少、同じ勢力内で奨励済みのため費用が2割減少。なるほど、多分そうだね、お得なんだこれ。足源も使うね。ちょっと待ってくれ、それはまずいんだな。とりあえず水田を築いて、水田こっちに置いてっけ。そうだね、ここにも置くか。えい、終わり。やばいぞ。どんどん取られてる。やばいな、木材と鉄は取られてしまいましたね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。まあ、何とぞ慣れてないんでご了承いただきたいですね、そこは。あとは兵糧と金銭をなんとか貯めたいところですが、L2情報、まあ、自分が使える上司のさらに下の家臣ということで、その上の大名はね、もう遠い存在ですね、こう見ると。ここは一旦このまま終了してお金を貯めよう。やばいんだなこれが。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。これあれかな、最初はもう無視していいかな。いやー困った。じゃあとりあえずもうどんどん自力を高めていこう。武家町を追加しよう。そうだな、
OK、それからグンジというのはこれ兵の強さですね。兵を強くするところですね。あとはどうしようかな、特化はそんなに必要ないのかな、もしかしてその可能性が出てきたな。武芸がぐん伸びてんなうん、こっちに立てるか。あ、でもこの辺はタタラバト製鉄所で固めておきたいかな。もう一個ぐらい立てたいんでね、じゃここにしよう。 OK、表情を始めます。季節が夏に変わりましたね。報告いたします。さあどんどん立てていきたいと思います。ではもうちょっとタタラバと製材所ぶっ立てて、こうやって町自分のね領地がこうだんだんできていくの楽しいっすよね。よくあるシミュレーションもいろいろありますけども、はい、全部奪われました。ご命令を先月の収支です。こんなことではもう一生領主からね上がれない気がしてきたけど、さもうすぐ30分経ちますね。まあ初めはこんなんだよって感じでね、地味だったんですけども、また続けてね、見ていただければ嬉しいですね。天下統一までなんとか頑張りたいと思いますんで、ほら最初よりねこのすごくいよいよ領地っぽくなってきましたね。川辺に水田が広がり、武家町があり、商人の町があり、いいじゃないですか。で今月の建物はと、ことごて商人町はもうあれか、ここに宿場町が建てれる。人口も大事なんだかな。いやこれ失敗したな。ここにはここにはこの2つを建てるべきだったな。人口増やすか。奨励できない、今開発中か。ちゅうことって生産かな、やっぱりお金が必要かな、やっぱりね。あーでもここは何もないか。往来と娯楽が増加するから商人町をここに、あーでもなんかちょっと商人町がここ離れてるのが気に食わない気がしてきたけども、でもまあいいか。宿場町の近くも栄えますもんね、そりゃ。いいよいいよ、これで OK。はい、といったところで第1回はこんなとこですかね。非常に内政だけど地味なんですけども続けて、あ、これは山賊的なものですかね。では次回合戦できるかもしれません。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。